ダの駅舎の前には、命の星地球博物館の案内の3分それと周辺の案内道しるべが、たくさん正確に揃えられています。その一角に大甲一夜城と長江山史跡巡りコースの道しるべがあります。正体寺400m、長江山しだれ桜1100m、石垣山一夜城歴史公園が 3600m と、案内板にはあります。それではまず正体寺の方に向かいます。小雨が降っています。天気予報では昨日の天気予報では、曇りだったんですが、関東地方だけ雨が降ってるようです。右へ行けば命の星地球博物館があるということで、ここに道しるべがあります。正体寺300m というところです。それでは正体寺の方に向かいます。右に行きます。そう、正体寺まで200m とかかります。長江山正体寺、正体寺に向かいます。
総門の跡があるということですね。長江壇正太寺の総門大門跡。長江壇正太寺総門は東海道に面したこの場所にありましたということですね。もう今はなくなっています。で、ちょうど、現代の道路に左側に積み上げられてある加工された石はこの総門に使われていたと考えられているということです。総門大門跡から正太寺本堂の方に向かいます。様です。正太寺に着きましたが、正太寺の七堂伽藍は1847年明治、安政年間の火事と明治の火災で焼失して、この清雲院だけが、難を逃れて現在も正太寺の法堂を守っているとのことです。江戸時代初期の小田原藩主だった稲橋一族の母体寺ということで、稲橋一族の春日の局の墓所がありますよと、有名な長江壇の、しだれ桜もあって、